投票証明書投票済み証明書とは各種選挙の投票後にその証明として選挙管理委員会から交付される証明書である。日本の一部地域で見られる。投票済み証明書は投票の証として発行されるものではあるが法的根拠はなく投票済み証明書の発行は各市区町村選挙管理委員会の判断に委ねられている。そのため表記は 自治体によって揺れが見られ、投票証明書、投票済証などの名称などが使われる場合もある。また決まった形式も定められていないため、用紙の材質、サイズ、書式も自治体によってまちまちである。証明書の交付申請が少ない地域では、事前に投票書に用意されていないこともあり、その場合は現場で作成される。投票済み証明書は、 政治団体により影響力を誇示し、支持を働きかける目的で利用されてきたとされる。労働組合では投票率アップのために組合役員に投票済み証の持参を呼びかけている場合もある。投票済み証明書をめぐっては賛否両論がある。総務省の調査では2017年の 第48回衆議院議員総選挙で全国1741自治体の半数を超える966自治体が投票済み証明書を発行した。埼玉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、滋賀県、兵庫県の6県では全自治体が発行した一方で長崎県ではどこの自治体も発行しなかった。愛知県選挙管理委員会では 労働組合による利用を懸念する意見が出されたことから市町村選管への指示を消極的なものに改定している。投票済み証明書は発行していますか徳島市選挙管理委員会事務局2017年2月5日閲覧 ABCDEFG 参院選投票済証賛否対応バラバラ読売新聞 オリジナルの2010年7月10日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20100710222430/https:www. 読売 COJP イレクション参議院2010 ニュースに2010708イと一 1T00666HTM2019 年7月17日閲覧。ABCD 公衆紙では投票済み証明書を発行していません。公衆紙2017年2月5日閲覧。AB 投票済み証明書もらいました交付に地域差、組織利用も朝日新聞デジタル。 2019年7月16日9時54分。後ろ向き批判も、投票済み証指示改定。朝日新聞。オリジナルの2010年7月5日、時点におけるアーカイブ。h t t p s w a ッ e a r c h i v e o r g rg スラッシュウェーブスラッシュ20100705073723スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ www.asachi.com スラッシュ se nky42007 スラッシュ l o c lnews スラッシュ i1 スラッシュ tky200706290335.html 2019年7月16日日閲覧 ありがとうございます。